Thank you.
はい、ありがとうございます。第1部 の、 北村さんと三枝さんの演奏でもすごい感動してしまって、ちょっとこうねぼーっとしていて言葉がすごい出にくい感じがありますけれども、あんなね本当素晴らしい演奏の後でお耳汚しですいませんが、よろしくお願いいたします。この隣町コーヒーって僕今日初めて来たんですよね。でスクリーンに今置いちゃってますけど、さっきスクリーンなかった時に気づいたっていうか、学校みたい、学校の教室みたいなんですね。ここに黒板があって、で下が板張りで、すごい素敵な場所だなと思いました。あとなんかさっきちょっとその始まる前になんか中のこの膨大な本を見てた時に、ちょうどあそこの柱のところが橋本治さんの本がものすごいたくさん、もしかしたら全部かなっていうぐらい並んでいて、すごいなって。平川克美さん の、 ご蔵書だということですけども、すごいここでなんか何時間も本とか読んでたいなっていうふうに思いましたけども、はい、のりめたんげれの第3回っていうことで、第1回が大沢雅治さんで、第2回が、寺尾沙央さんなどだったということで、3人目が僕で大丈夫なんですかっていうふうに、まあ、戸田さんにも言ったんですけど、大丈夫かどうかはともかく、まあ、やってくださいということで、今日はお話をしたいと思います。タイトルがですね、最下と失語10年目のシチュエーションズというタイトルにしてて、で、今寅さんにご紹介いただいたんですけども、僕がですね、2013年の、秋に、文藝春秋というところから、シチュエーションズ囲碁をめぐってという、本を出したんですね。でそれがちょっと今日持ってこれたらよかったんですけど、僕がですね、自分の本を、だいぶ持ってないっていうタイプの人間で、見つからなかったということで見せることができないんですよね。ネットとかでね、ネットとかというか電子書籍とかでは買えるんですけど、本屋さんでも今もう10年経って版元品切れなんで、あんまりこう手に入りにくいのかなと思いますが、まあその本が、連載自体はですね、文学界っていう、文芸雑誌で、2012年の春から、2013年の夏まで連載されたものだったんですね。でタイトルが「シチュエーションズ」っていうタイトルで、なんだそりゃみたいな感じがあると思うんですけど、このタイトルは、その本読んでいただくと後書きとかには書いてあるんですけども、ジャンポール・サルトルという人が昔いまして、ノーベル賞を断ったことで有名な実存主義哲学 の、 そのサルトルにシチュアションっていう本があって、で、シチュエーション、シチュアションっていうのは要するに状況ってことなんですよね。で、僕は本当にさっき寅さんがおっしゃってくれたように、ちょうどその連載が、いわゆるその 3.11 ですね、2011年3月11日の出来事、から、ちょうど1年ぐらい経った時、からの連載だったんです。でそこで、月刊の雑誌の連載だったので、辞表的な意味合いを、辞表的な内容で、3.11 というものを何人かの芸術文化、一応それを雑誌連載した雑誌は文学の雑誌だったんで、その文学小説が多いんですけど、それ以外にも、映画とか演劇とか、あるいは音楽とか、いろんなそのことを扱った本だったんですね。でなのでそのいろんな話が出てくるんですけども、かといってなんかそういうこう
ドキュメントっていうことでもちょっとまあなんか違う、要はその震災から1年経って、1年皆さんも多分覚えてらっしゃると思うんですけど、1年後ってまだ全然なんかその余韻というか余波というかが、まだまだこう薄れてなかったというか、ようやく少し薄れかけてきたかなっていうぐらいの時期だったんですよね。でその中でその、まあ、日々というか毎月考えながら、その時々にその、出た本とか読んだ小説とか見た演劇とか見た映画とかっていうのをまあ綴っていきながら、あの出来事ですね、あの 3.11 という出来事を、まあ、何人かの人たちがどう過ぎ越したかってことをまあ自分なりに考えながら、毎月考えながら書いていったっていう連載だったんですよね。でそれからまあなんかその今回この話をいただいて、もう10年経っちゃったっていう、まあ、2013年に本が出たので、正確には本が出てからは10年まだ経ってないですけど、まあ、連載してた時から本当にもう10年で、ということは 3.11 からもう10年以上経ってるわけですよね。もちろん皆さんも分かってらっしゃると思いますけど、でもそんな気がしない、もう10年経ったのかなのか、まあ、まだ10年なのか分からないですけども、奇妙な感じがするんですよね。そのあれから10年っていうことの、その10年っていう時間の長さっていうものをこう自分自身でもこう受け止めがたいみたいなところがあって、でなので今回こういう話をいただいた時に、なんか改めて、まあ、そのシチュエーションズで自分がやってたことの10年後の続きみたいなことっていうのを、まあ、考えられたらなっていうふうに、まあ、思ったんですね。でその時にじゃあそのシチュエーションズっていう本は、まあ、いろんなこと書いてある本なんですけども、改めて自分が思い出してみた時に、10年以上前にあの本を書いていた時のこと、その時にあの本の、まあ、テーマっていうと変ですけど、あの本の要点っていうのかな、は自分で考えた時に3つぐらいあったと思うんです。でその一つはさっきも言ったその 3.11 という、まあ、ある種本当に決定的な、出来事というものを経過して、その時に以前と以後っていう、つまり 3.11 以前 3.11 以後っていう分割が生まれてしまったわけですね。でこのシチュエーションズって本は連載の時はシチュエーションズだけだったんですけど、まあ、本にするにあたって以後をめぐって、以後をまあ括弧でくくって以後をめぐってというタイトルにしたんです。もう今は以後であるっていう、ことですね。で以後があったからには以前があったわけで、でその時にその3.11 というその結節点みたいなものを設定すると、そしてしかも以前以後っていうふうに言ってしまうと、なんかあたかもそこで本当に完全にこうなんか断層があるみたいな気がしてしまうし、そういう部分もあると思うんですけども、実際には時間はもう完全に連続してて、要するにその2011年の3月11日以後の出来事の前の3月10日あるいは3月11日の2時45分ぐらいまでは全然そんなこと思ってもなかったし、それがそのまま時間が続いて、まあ出来事があって、でそれからずっと時間が続いて今なんですよね。だからその以前と以後という言い方が成立するとともに成立しないっていうか、つながってしまっているっていう部分があって、でそれがそのむしろそのことを意識しないわけにいかないけれども、意識するしないということと全く別に、あの出来事があって、あの出来事があった以上はそれ以後っていうのは以後なんだっていうことがあるんだっていうことなんですね。でそれがどうしてそういうふうに考えるかというと、これはまあ本の中でその一番最初に出てきたというか自分の中で出てきた問いだったんですけど、これも多分皆さん覚えてらっしゃると思うんですが、
特にね、その芸術とか文化に興味がある関心があるあの方々だったらみんな覚えてらっしゃると思うんですけども、あの 3.11 の後に多くの、まあ、芸術家や文化人って言っていいのかな、分かんない、いろんな人、別にそれだけじゃない、いろんな人たちが自分に何ができるかっていう問いをすごくこう発してたんですよね。例えば音楽に何ができるかとか、なんか文学に何ができるかとか、でこの問いはすごく習字的な問いであって、つまり何ができるかってことは何もできやしないんじゃないかっていう、そういう気持ちがまあ込められていたわけです。でそれをが本当にすごくいろんなところで発されていて、で僕は本当にかなりたくさんのジャンルの、まあ、芸術文化に関わっているというか、そういうものを、まあ、書き手として、あるいはそれ以外のものとしてこう扱ってきたので、本当にいろんなところでその丸々に何ができるか問題っていうのに触れたわけですよね。でそれがみんなやっぱりものすごく萎縮していて、でどうしたらいいか分かんない、まあ、正直言えば要するに現実にこんなことが起こってしまった以上は芸術文化なんて何のその効力もない、何もできることはないっていう、沈黙するしかないっていうですね、そういう感覚っていうのがすごく支配的だったと思うんです。でこれがまあそのこの今日の喋りの失語って言葉ですね、要するに言葉を失うっていうことです。でそういうのを見て、でもちろんそういう印象っていうのは自分の中でもすごくあったんだけれども、僕はこの丸々、つまりまあ自分にですよね、自分にこんなことがあってしまった以上自分に何ができるのかという問い自体に罠があるっていうふうに思ったんですよね。つまりそういうふうに問うたら何もできることないんじゃないかっていう答えしか出てこないっていう、でその答えはとても誠実に真摯なものであって、そういう答えを発してしまったら自分自身がもうそれを受け止めて本当に何もできなくなってしまうっていう気がしたんです。だからそれが罠なんじゃないか、落とし穴なんじゃないかっていうふうに思って、そういうふうな問いを発さない方がいいんじゃないかっていうふうに思ったんですね。である種の鈍感さみたいなこととも関係があるのかもしれないし、その時になんかいち早く何か行動するということが正しかったか否かっていうことも、もちろんそれはケースバイケースだったと思うんですけども、僕はその震災の後にそれでも何かをやった人たちについて考えようっていうふうに思ったわけです。でその時にまあ、3つ目もというか本の3つ目のポイントっていうのは後半にですね、だから自分に何ができるかっていう問いをいや何もできはしないっていう答えを、まあ、跳ねのけて、いやこれができるんだとか、だからこそあえてやるんだっていう、そういうむしろ今こそ行動せねばならないのだっていうのもですね、まあ、僕が天の尺だからなのか嫌だったんですよね。それはそれでなんかどうなんだろうって思う気持ちがあったわけです。なのでまあ本のその後半に出てくるその一つの大きなキーワードみたいなものとして、しないでいられないっていう行為のあり方っていうのをまあ掲げたんですよね。つまり本当はしちゃいけないのかもしれないとか、本当はしない方がいいのかもしれないとか、なんだろうな、こうちゃんと考えたら今は何かをするべきじゃないのかもしれないのにしちゃうっていうですね。でそれがさっきの鈍感さってことなんですけども、これはこの震災以後ってことだけにかかわらず、僕は本当にすごくさまざまな芸術文化のことを考えてきましたけど、一方でものすごくこれは自分自身も含めてある種のドライな感覚として、芸術文化なんてあってもなくてもいいものだよねっていうか、どっちかっていうと別になくてもいいんじゃないっていう、そういう気持ちすごく
強く持ってる部分があるんですね。つまり無駄なものなんだっていう、で無駄なものなんだってことは何かの余裕があるときにしかできないっていうことではなくて、つまりそういう考え方を取った途端に余裕がなくなった途端にやるべきじゃないしやれないってことになってしまうと。そうではなくて、まあこれもしないでいられないっていうのはしないをしないなんですよね。そのつまりこう否定の否定っていうことを、まあ僕はよくこのことが起きる前から考えてたんですけど、その芸術とか文化とかあるいは何かの表現っていうものはしなくてもいいのにしないっていうことをしないんだ、それでするんだっていう、そういうまあそうじゃなくてね、もっとすごくシンプルに自己表現がしたいとかそういうことっていうのはあると思うんですけど、でもちろんそれはそれで尊いことだけれども、むしろある種の芸術家はしないでいられないんだと、なんか誰かに求められたわけでもなく、あるいは場合によっては止められてるのにそれでもしちゃうんだっていうことに意味がある、そこに何かの意味があるんだっていうふうに、まあ、思ったわけです。だから否定の否定としての、だからもうちょっとねじれてるんだけども、否定の否定としてのある種の能動性みたいなものっていうのが、これはもしかすると芸術文化だけじゃなくてもっとこう広い意味でのなんかアクションというか行動みたいなことかもしれないんですけども、そういうものを自分はむしろ擁護したいっていう気持ちがあったんですね。だから一つは変わる気もないのに、変わったと自分でも意識してないのに 3.11 以後に表現の仕方やその質が変わってしまったタイプの芸術家がいる。それからもう一方に、もう一方にというかもう一つ、そのしないでいられないっていうその行動原則で何かをしてしまっている人たちがいる。この2つのパターンというか2つのタイプの芸術運動というかについて、まあ書いたのがシエーションズっていう本だったんです。だからそういうそのまああの時にいろんな、なんだろうな、その本当にいろんな声が出てきて、こう僕が関わっているような分野だけでもいろんな意見やいろんなその立場の人たちがさまざまなそのことを発言とかしてたんですけれども、僕も考えてたのはそういうことだったんですよね。でそれでそれをまあ一つ一つ自分の考えというよりも自分の目や耳で感じた体験したいろんな表現っていうものを通してそういうことをたどっていくと、だから今僕が喋ったことも最初からそう考えていて、でそういうものっていうのを集めて書いた本だということではなくて、むしろ毎月毎月いろんなものをこう見たり聞いたり読んだりとかしながら自然にそういう考え方が立ち上がっていったってことだったんですよね。でそれを10年以上経った今から考えると、はこういうことだったのかなっていうふうに思ったりするわけです。で自分自身もそうだったんですよね。僕はまあ、10年ぐらい前今もなんかよくわからない形でアクセク働いてますけど、10年前はなんかもっと働いてたんですよね。10年前はもっといろんなものをもう毎月のように書いていて、で2011年の3月1日をまたいで、シチュエーションズという本になるものの一つ前の連載を雑誌でやってたんです。これは、新潮社の新潮という雑誌で、非表示空間というちょっと変わった名前の、まあ、シチュエーションズも変わってますが、連載をやってて、でこれは本当にもう文芸雑誌だけど小説のことは扱わないっていうルールで、で毎月いろんな、まあ、映画、また映画とか演劇とかのことを書き方とかもいろいろ工夫してやるっていう連載だったんですよね。でそれを自分なりにこう楽しく書いてたわけです。手を変え品を変え書いてたんだけれども、その連載が始まって4回目ぐらいだったかな、ちょっとはっきり覚えてないですけども、に震災があったんです。でその時にこれは他の人たちもそうだったと思うし、まさにシチュエーションズの中でいくつか分析したんですけど、つまり 3.11 を挟んで連載してた小説とかが一体その後どうなっていくのか、でそれを書き続ける時に最初から書いてあるわけじゃなくて毎月書いているような連載だった場合に、
あのもうすごいこと起きちゃってるわけで、最初の予定をそのまま、つまりある意味であの出来事なんて起きてないような素振りで最後まで連載にたどり着くのか、それともそのことを引き受けて最初に書こうと思ったことをと、まあ、違うというか変わっていくということを、書いていくのかっていう選択が、あの何人もの人たちがそういうことをこうなったと思うんですよね。で、僕もそうだったんです。僕も本当にこれはどうすればいいんだろうって思ったんですよね。で、連載 を、まあ、中止するみたいな人たちも結構いたと思うんですけど、僕はまあ、あの書くっていうことだけは決めていて、でも知らなさぶりで書くことはやっぱりできないよね。でもかといって急にその連載が完全に震災のことだけになるみたいなことも、まあ、したくなかったんですよね。つまりそれはそういうことをしている人たちがいっぱいいたので、あのそれに自分はそのうちの一人になりたくなかったっていうのもあったわけです。で、まあ、そのことがその後に1年経ってからシチュエーションをずっと連載を始める、まあ、理由になったわけなんですけど、で結果としてすごくねじれた形で、ねじれたというかすごく、まあ、ある種こう距離のある形で、あのその非表示空間という連載は、例えば津波を扱った、津波が出てくる、まあ、クリント・イーストウッドのヒアアフターという映画があるんですけど、その映画の分析をするとか、あの演劇があのそこに存在してない人たちをあの舞台上に立ち上げるっていうことと、あの人の死とか不在の問題っていうものをつなげて考えてみるとか、そういうような形になっていったんですよね。で、そういうことを非表示空間という本では、あの最初の予定とは全く違う形でそういうことを考える形になり、でそれがあの終わって、連載が終わってシチュエーションズというのをもっとちゃんとそのやろうって思ったわけですということで、その本ができたんですよね。だからそれがもう10年かって思うと、わあ年取るはずだわって思うんですけど、そこでですね、まあ、あの 今というかそれ以後の、つまりシチュエーションズという本はもし可能であればあの読んでほしいと思うんですけど、あのその本では出てこなかった、つまりその本は2013年のところまでしか扱ってないわけですよね。それ以後にいろんなことが起きた。でしかも 3.11 からどんどん時間は遠ざかっていくっていう時に、あの自分の中でね、今回こう喋ってみようと思ったことっていうのは、まあ、いくつかはあるです。で最初にですね、あの最初にというかもう最初の話は入ってるんだけども、あの皆さんは、北条優子という人の美しい顔っていう小説のことをあのご存知の方もきっといると思うんですね。でこれはですね、もうだいぶ経ってます。比較的あのこっちに近い、今に近い2018年の、6月、講談社が出している文芸誌で群像というのがあるんですけど、そこの新人賞を受賞した作品なんですね。2018年6月号に、北条優子さんという、まあ、新人作家が書いた、美しい顔という小説が、掲載されました。で、僕はその当時ですね、これはちょっともう発見できたんで持ってきたんですけども、東京新聞などで、まあ、新聞三社連合っていうふうに、まあ、あのうちうちでは言うんですけど、東京新聞、中日新聞、北海道新聞、西日本新聞っていうですね、なぜ4紙なのに三社連合っていうのかっていう、これあの中日新聞、東京新聞が中日新聞の子会社だからなんですけどね、あのその4紙で掲載される文芸辞表を僕書いてまして、でそのこれそれを本にしてまとめたのがこの絶対絶命文芸辞表っていうすごいタイトルの本なんですけど、あのこの本の中でちょうどこの美しい顔が出た時にあの、担当してたので、あの扱って、まあ、絶賛したわけです。でちょっとそのあの自分がその時書いたものをちょっと読むんですけど、どういう内容か、その美しい顔がどういう内容だったかってことを、知ってもらうためにちょっと読みますね。
語り手の私は17歳の女子高生で、重篤な被害を負った地域に住んでいた。巨大な津波によって自宅は流されてしまったが、10歳と下の幼い弟と共に九死に一生を得て、現在は避難所にいる。父親は5年前に亡くなっている。看護師の母親とは連絡が取れない。当初は水や食料も枯渇する状況だったが、東京のテレビ局が取材に来たことをきっかけに、避難所にはさまざまな支援が寄せられるようになる。そんな中で私は被災地に住むけなげな少女を、内心は底知れぬ憤怒を抱えながらも上手に演じて、そのことによって余計に胸の奥にどす黒いものを溜め込んでいく。この小説はそんな私の独白である、という、まあ、設定の小説で、その被災地の、高校生の少女、が避難所にいるとテレビが来て、でテレビがまあその被災地の人たち、あの被災者の人たちにまあインタビューするときに、まあ、そのけなげな、まあ、さっきの文章にもあったその被災地の少女をまあ、演じるんですね。もちろん実際に被災しているわけなんだけども、そのテレビやメディアが望んでいる悲劇のヒロインを、まあ、演じてみせるわけです。それがそのメディアテレビによって、まあ、拡散されて、まあ、ある種その彼女への注目が集まることによって支援が来るようになる。でも本当は彼女は心の中でまあ、クソだって思ってるですね。でそのことが、一人称の、語りによって明らかにされていくという、小説、でした。で、まあ、美しい顔っていうのはだからその彼女が美しい顔だっていうことが余計注目を集めたっていうことなんですね。で、それを僕は、まあ、絶賛しました。荒削りの作品ではある。モノローグの勢いが強すぎて、その速度に書き手が酔っているように思えるところもなくはない。だが細かな弱点を全て勘案したとしても、これは本物の小説である。何しろ生半可な小細工や技術には目もくれず、ただひたすら真正面からあの出来事に向き合っている様に感動を覚える。作者は一歩も後ずさりをしようとはせず、逃げていない。こういうことは滅多にできることではない。ここからが、重要というか、この本、この小説のが大きな問題を起こした、きっかけです。しかし作者は実は被災者ではないのだ。北条優子は東京都在住であり、あの日もあの日からも、東京にいて、これまで被災地に行ったことさえないのだという。しかしそれでも彼女はこの小説を書いたのだし、書けたのだ。書く必要があったのだ。このことはよくよく考えてみるに足ることだと思う。これは才能の問題ではない。なぜ書くのか、何を書くのかというのっぴきならない問題なのだ。小説を書くことの必然性の問題なのだ。と僕は新聞に、書きました。ところが、多分覚えてらっしゃる方もいると思うんですけど、この後この、新人賞受賞作は芥川賞の候補になりました。で、芥川賞の候補になったことをきっかけに大きなスキャンダルが露呈することになります。これは、この美しい顔という小説の、その被災地の描写が、いくつかのすで、に存在しているドキュメンタリー、ノンフィクション、の記述を、かなりストレートに参考に、まあ、参考というよりもほとんど丸写しまではいかないけれども、まあ、読めば誰でもあこれじゃないかって思う、ものがあるということが、指摘されます。で、これはまあすごく複雑な経緯があって、いわゆる参考文献として、掲げるべき、ものを一切その新人賞の時に載せていなかったっていうこともあり、その後すごく大きな問題になって、これは講談社の方からもですね、プレスリリースが、出ていて、非常にその、まあ、しかも、まあ、芥川賞候補にまでなってしまったので、すごく問題になったんですよね。でこれは、まあ、一応その公式には
本来載せるべき参考文献リストを、載せなかったということで、盗作というつもりでやったわけではないんだっていうのが、北条由子さんおよび、講談社の見解であり主張です。でそれに対してやっぱり主にネット上で非常に強いバッシングがあってですね、で芥川賞もし取ったら許さんぞみたいな感じになったんですよね。で今実際に取りませんでした、けれども、この美しい顔という小説は、すぐ新人賞の場合って特に芥川賞候補になった場合はですね本にすぐなるんですよね。受賞したら売れるんで、なんですけども本にすぐできなくて、で1年ぐらい経ってから割とひっそりとした形で本になったっていうことがありました。これはもう本当に先ほど僕が読んだ文芸辞表のもう2ヶ月後に起きた出来事でした。で僕は、この出来事でですねなんて言うんでしょう、その盗作作品を褒めた男としてネット上で若干の炎上を体験することになったわけなんですけども、でも僕は全くそれに対してなんていうんですかね、こう例えば自分がそのさっき書いたその絶賛は間違いだった、誤りだったとは思いませんでした。今でも思ってません。そのことを2ヶ月後 の、 文芸辞表でも、書きました。そこをちょっとまた読みますね。ここで今回の候補作、これ芥川賞ですね、芥川賞候補作の一本でもあった北条優子美しい顔が引き起こしている問題について触れておきたい。私はこの作品に大変感銘を受けた。それは前に本来にも書いた通りである。だが私はこの小説が芥川賞候補に挙げられることは望ましいとは思っていなかった。これはですね、僕がデビュー作を芥川賞候補にするべきじゃないっていう主義者なんですね。なのでそのことが書いてあるんですけども、そのことはちょっと省くとして、そういうことをそれでも芥川賞候補になってしまった時に今回の括弧盗作括弧閉じる騒動が起こった。北条は美しい顔を執筆するにあたって参考にした数冊の書物を記していなかった。類似した表現があるという指摘を受けて群像の出版元である講談社は作者に確認し、参考書籍のリストを公表するとともに、そのうちの一冊である遺体の著者石井光太氏などに説明と謝罪を行った。だがその時点でインターネットを中心に北条の行為が確信犯的な盗作だとする声が広がっており、非難や中傷を受けて講談社は声明を発表、盗作には当たらないという見解を表明するとともに、この小説の全文をホームページ上に無料公開した。この問題は現在も完全な決着には至っていない、進行中の案件である。でまあそのこれが本当にその盗作なのかどうか、あるいは盗作と言えるのかどうかっていう問題は、その時もですね、すごくいろんな意見が出ましたし、今もその完全な形でその白くんがはっきりしているわけじゃないですね。で、もう少しだけ見ます。参考書籍の記載漏れに関しては、作者はもちろん群像編集部も当然ながら猛省しなければならない。そこに、虚偽の虚偽や作為が介在していたことが明らかになったなら何らかの責任を取る必要もあるだろう。だがその上で文芸辞表の担当者である私が改めて自分に問うべきは、もしも最初から参考書籍が明記されていたとしたら、そしてそれはそれ以外の文章は全て変わらなかったとしたら、この小説をどう評価するのかということに尽きる。私の答えははっきりしている。美しい顔はそれでも力強いデビュー作である。新人賞にも芥川賞にも十分に値する、芥川賞候補にも十分に値する。だが今回の一件で負うことになったマイナスを跳ねのけるためには、北条優子は美しい顔を超える強度を持った第二作を書かなくてはならない。とにかく書き続けてほしいと思う、というふうに、
僕は2018年の時点で書きました。以来4年、北条由子さんの第2作はまだ発表されてません。なので、僕が書いたことが正しかったのかどうかっていうのはもう今でもわからないですし、いろいろこのことを考えるといろんなことを考えます。でですね、そのことを言いたいわけじゃなくて、ここから何が考えられるかっていうことの時に、一つはですね、その北条由子さん自身も美しい顔と言えるルックスをしていたようで、そのことがまたいろんな形で反感を買うといういわゆるルッキズム的な問題もここには絡んでるんですけど、それとは別にもちろんその盗作の問題っていうのがあった時に、その盗作の問題なんだけれども、ここにはやっぱり当事者性の問題というのが絡んでるわけです。つまり北条由子という作家は、被災地に行くことがないまま単にそれについて、実際にその人たちが足を運んで書いたノンフィクションを参考にして、自分の小説をいわばでっち上げたんだ、当事者の、記憶や体験を、一種搾取して、自分の創作を書いたんだという意見が多かったんですね。で実際この北条由子という人は東日本大震災に関しては当事者でも何でもないわけです。そのことがやっぱり一番大きな問題になっただと言えると思うんです。でそこで、考えなければならないのはちょうどそれぐらいからですね、その当事者性とか当事者って言葉がこの文脈だけじゃなくて非常によくこう口に出されるようになったんですね。もともと当事者って言葉は普通の日本語であったわけですけども、それが大きなその問題規制の中で発されるようになったのはやはり東日本大震災以後だと思います。でそこで当事者って何なんだろう、例えばこの場合で言えば 3.11 の当事者とは誰なんだろうっていうことを問う必要があると。でその時にですね、ここでこのシリーズのですね、のりめたんげれの第1回に登場した大沢雅史さんがですね、僕も大沢さんとはいろんな形でそのご一緒させていただいたことがあるんですけれども、あの発言をちょっと引きたいというか思い出すんですね。大沢さんはちょっとどこだか覚えてないんですけども、実際僕はそのご本人の口からそれを聞きました。ある時大沢さんは、この東日本大震災、東日本大震災だけじゃないですね、福島第一原発事故も含めてで 3.11 と言ってるわけですけど、 3.11 の当事者、真の当事者は死者だけだって言ったんですね。それだけが本物の当事者であって、それ以外は全員グラデーションはあるけれども非当事者なんだっていうふうに考えるべきではないかということを大沢雅史さんがある時おっしゃってたんです。僕はそれすごく感銘を受けました。もちろんその亡くなってしまった人たちはもう亡くなってしまったので当事者でありながらもう不在ですよね。ということは生き残っている我々は全員非当事者なんだ。もちろんその濃淡はその中での当事者性の濃淡というものはあるにせよ何パーセントとかねあるのかもしれないけれども、それでも死んでしまった人たちと比較したら非当事者としか言えないだろうっていうのが大沢さんがおっしゃったことだと僕は理解したんですね。でそこでそうだとすれば非当事者であるということをいかにして引き受けるのかということがむしろ問題になるんじゃないかっていうふうに思ったわけです。そこで、今日最初にちょっと動画を、見たいと思います。小森遥さんと瀬尾夏美さんという2人組で活動しているアーティストがいます。2人とも東京芸大、出身で、小森遥さんは映画監督、瀬尾夏美さんは画家で、作家でも、ある方で、この2人が、ここでも活動してるんですけども、2人組でさまざまな活動を、しています。
で、もともとですね、ちょっと前提だけお話しすると、もともと小森さんと瀬尾さんは、3.11 の直後に、陸前高田にボランティアに行くんですね。学生ボランティアとして行くわけです。で、そこでそれ以前2人は、被災地の陸前高田とは何の関係もありませんでした。何の関係もなかったけれども、行って、でその時は多分そんなに長くいなかったと思うんですけど、帰ってきて、2人で相談して陸前高田に住むことを決意するわけです。そして2人で陸前高田に、行って、それから何年もの間、そこで住んで、そこで被災した人たちと出会って、その人たちの話を聞き、記録し、映画を撮り、それを、インスタレーションなどにして発表するということをし始めるわけです。それで本当にたくさんいろんな作品を作りていきました。で、それが今も続いていて、どうもなんかつい最近2人はですね、陸前高田の後に仙台に何年か住まれていて、で4月の終わりになんか東京に戻ってきたっていう話を聞きましたが、いずれにしてもかなり長く、住んでたんですね。でそこでいろんな活動をした。で、そこで今から皆さんに見ていただくのは、その、小森遥、と瀬尾夏美名義で、映像作品がいくつかあるんですけども、二重の町、高太一の歌を編むというちょっと変わったタイトルの、これも何の映画って言っていいかちょっとわからない、ドキュメンタリー映画なのかもちょっと定かじゃないんですが、劇場公開された映画の予告編をちょっと見たいと思います。それでは瀬尾夏美、小森遥と瀬尾夏美の二重の町高太一の歌を編むの予告編をご覧ください。僕の暮らしている町の下にはお父さんとお母さんが育った町がある。二重の町。私はこっちの高校に通っている二人の女子高生に会いました。もう少し待つよな。またせてみた。あと20年。そのもう津波が来る寸前だって言って、みんなをとにかく高台へ。この間誕生日だったんだね。そうね、まあ、ね、やっぱ結構ごめんなさい、あの時の話するとやっぱりいろいろこう、ああなんかやっぱ思い出そうとすれば、ああその横はこれでこれだから、あ、やっぱりまだ覚えてますね。息子さんの話を全然聞くことができなくて。でだから20人いた団員の11人が、うん、帰ってこれなかったですね。曲がってるのよかったの。シャケナベイベーってことずっとやってて、あ、それそれ消防団分かってきたねみたいな。心配しないで大丈夫、私の中に取っておくからね。はい、こう予告編だけだとですね、いまいちよくわからないっていうところもあるのかもしれないんですけど、これどういう映画かというとですね、これはこのタイトルで瀬尾さんと小森さんは、一連のインスタレーションやさまざまな活動を、行ってきたんですね。でその最終的な、なんていうんですかね、こう帰結としてこの映画が完成したということになっています。これどういう映画かっていうとですね、まず小森さんと瀬尾さんが陸前高田に住んでいた時からですね、陸前高田のこの映画で描かれている地域が笠上げって言ってですね、
10メーターぐらい土を持って、元々の地域を高くして、そこの上に、つまりその下の部分がもう汚染されてしまっているので、その上に土を持ってかさ上げをして、そこの上に町を作るということになるんですね。でその、一連の工程が進んでいる過程の中で、この作品はできていきました。でそこで、瀬尾さん、小森さんはそこで出会った人たちにいろんな話を聞いて、その上で、瀬尾夏美さんが、4つの物語を書きます、まあ、物語なのか詩なのかちょっとわからない、すごく不思議な、短いテクストを4つ書くんですね。でそれはいずれも2011年から10年後20年後の2031年に起きた、そこを舞台にした物語になってるわけです。でそのテクストはもともとあってですね、展示とかをされていたんです。でこの映画は、今予告編に出てきた4人の旅人と呼ばれる人たち、みんな若い若者ですね。でこの4人は全く被災者じゃないわけです。1人山形の人がいますけど、彼は被災はしていないと。でその4人が、まあ、ワークショップに参加して、選ばれて、で2週間だったかな、陸前高田に行くわけです、そのかさ上げ工事が進む。でそこで小森さんと瀬尾さんが出会った人たちに改めて会っていろんな話を聞く。でいろんな話を聞いていったのを全部まあ映像で記録されていて、で最終的にその人たちの前で瀬尾さんが書いた4つのテクストを朗読するということをやったんですね。それの記録の映画です、これは。で今僕こう話しててもですね、それどういうことっていうか、それは一体何なのっていうふうにまあ思うかもしれないと思うんです。僕たまたま今ですね、立教大学で、まあ代行なんですけど、代行で社会学のゼミの教員を担当してまして、でそのゼミの中でこの映画を丸ごと見せたんですよね。でそれでこう学生の人たちにどう思うみたいなことを聞いた時に、もちろんみんな感銘を受けてましたけど、一方でなんでこんな複雑なことをするんだっていう風な意見もあったんです。つまりなんでこんなというのは、いや被災した人たちに直接話を聞けばいいじゃないですかっていうことなんですね。でそれがさっき言った非当事者性の問題と関わってくるわけです。瀬尾さんと小森さんはもともと被災者ではなかった、たまたまボランティアに行ったことがきっかけでそこに住むことにはしたけれども、最初からそして最後まで今も彼女たちは被災者じゃないんですよね。つまり 3.11 の当事者じゃないわけです。外部から行った人に過ぎないけれども、2人はそれでもその非当事者性であることを引き受けつつ、一体どうやったら 3.11 の記憶というものを、継承できるのかということを考えた。でそれでいろんなことをやっていった。でいろんなことをやっていったことの一つの帰結がこれなわけです。つまりこの4人の若者たちは瀬尾さんと小森さんの分身なんですよね。瀬尾さんと小森さんがやったことをもう一度他者であるこの4人の若者たちがやるわけです。でもちろんこれ映画見るとですね、この4人もやっぱりすごく真面目で、で4人でディスカッションしたりとかするんだけれども、すごくやっぱ悩むんですよね。でこの悩むっていうのは一応クライマックスっていうか、このミッションコンプリートっていうのはそのテクストを朗読するわけですけど、そのテクストを自分は朗読していいのかっていう疑問をするわけです。あるいはすることが何になるのかっていう疑問もするわけです。それで悩む。で特に映画を見ると4人のうちの1人はかなりやっぱり最後まで悩んで、終わってもモヤモヤするみたいな感じになったりしたようなんですけれども、そういうことを描いた映画なんです。で、まあ、映画またこれ DVD になってるのでご覧になっていただければと思いますけど、で小森遥さんはですね、個人の映画として、これ以前に息の後という映画と空に聞くっていう2本のドキュメンタリー映画も発表していて、これも劇場公開されてるんです。今はどちらも DVD になってます。この2つとも本当に素晴らしい作品です。本当に
信じられないぐらい素晴らしい作品 でしかもそれもやはり被災した人の話を聞くっていうことの、ただ いわゆる被災ドキュメンタリーっていっぱいでありますよね。すごくたくさん出ました。映画だけじゃなくてテレビの特集とかいろんなものがあって、それはやっぱりこう被災地に行って、つまり美しい顔がそうであったように、美しい顔の物語がそうであったように、被災地に行って被災した人たちに話を聞く、マイクを向ける、カメラを向けるということをしたものであるわけです。でそのことはそのことでもちろん意味もあったし、意義もあったし、誠実さや真実さがあったと思うんですけども、そうじゃない形で一体どうやってあの出来事に触れられるのか、つまり結局のところは非当事者でしかないし、人の話を聞くことしかできないんだ。だって自分のことじゃないから、自分のことじゃない人が体験した悲劇を聞くんだっていうことを、どうやって真っ向から引き受けられるのかということを、これ僕が勝手に言ってるんですけど、考えた結果そういうことになっていったんじゃないかっていうふうに僕は思ってるわけです。だから息の後も、空に聞くもですね、どちらも、そういったいわゆる被災地ので実際に被災した人が、まあ、主人公というか中心になって描かれてるんですけれども、いわゆるインタビュー映画みたいなものとはかなり違ったものになってます。それから瀬尾夏実さんは、この被災地に住み始めてから、まあ、日記ブログ、をまあ、Twitter とかもですねを書いていって、それを淡いゆく頃、陸前高田震災後を生きるという一冊の本にまとめています。これは今でも普通に読めます。これが瀬尾さんの最初の本ですね。でこの本のタイトルの淡いゆく頃っていうのは、淡いってことなんですね。何々と何々の間です。この淡いっていうのはさっきの大沢雅史さんのグラデーションってことなわけです。もうそれだけじゃないけども、時間的な淡いとかいろんなものを含んでいるけれども、淡いゆく頃というタイトルが付けられていて、でこのその淡いゆく頃という本もですね、本当に素晴らしい本で、僕も今日ちょっと昼間読み直してましたけど、どっか引用しようと思ったんだけど、どこ引用したか分からないぐらい、本当にどこを取っても胸に響くことが書いてあって、でもしかもその胸に響くは被災者自身の言葉じゃないんですね。被災者の人たちと出会ってた、瀬尾夏実という人の、思索や感情が綴られているんですけど、それでも本当に僕は感動しました。この、小森さんと瀬尾さんの活動はですね、いろんな公共的な文化施設でやってきているんですけども、そのうちの一つの拠点として彼女たちが陸前高田の後に住んでいた仙台に、仙台メディアテイクという施設がありますけど、そこに3月11日を忘れないためにセンターっていうのがあるんですね。これは彼女たちと同様に、かなり震災後かなり早い時点で非常に特異な形で被災地の人たちの話を映画化したドライブ・マイ・カーでアカデミー賞を取ってしまった濱口竜介さんの波の音っていう映画があります。これ波の音から始まって濱口さんが3部作を作るんですけど、それの制作母体というか拠点になった場所でもあります。この3月11日を忘れないためにセンターっていう、これ全部3と11とセンター以外はひらがなで書かれてるんですけど、がいい名前だなっていうふうに思うんですよね。つまり忘れないためにっていうことなわけです。忘れないためにってどういうことか。被災した人たちや、例えば親しい人や家族や愛する人を失った人が3月11日のことを忘れるわけないですよね。絶対忘れられないですよ。だから忘れないためにっていうのはその人たちのことじゃないんですよね。その人たちは絶対に覚えてるわけですよ。そうじゃなくて、そうでない非当事者の人たちが忘れないためにっていうのがこのセンターのネーミングの意味だっていうふうに、まあ、僕は勝手に思ってるわけです。でもう一つ、忘れないということはその時のこと、あの時のことをどうやって伝えていくのかっていうことでもあるわけです。つまりこれは継承の問題です。どうやってあの出来事を、あの体験を伝えていくのか、継承していくのか、後の世代に
後の時間に引き渡していくのかということもここで問題としてテーマとして出てくるわけです。でこれもちょっと簡単にしか触れられませんけど、今年になって、瀬尾夏美さんや何人かの人たちが、10年目の手記震災体験を書く読む編み直すという本を出版しています。これは瀬尾さんだけじゃなくて何人かのプロジェクトで、アーツカウンシル東京かな、アーツカウンシルが多分主体になって作ったやったプロジェクトで、これは被災した人たちに10年間今まで人に言ってなかったことを書いてくださいっていうふうに募集するんですね。でそれをそういう短い表現というかを集めて本にしたものです。でこれはそれを発話する朗読するプロジェクトや演劇的なものとかいろんなものが関わってたプロジェクトだったようです。それのまとまった本が、今年出ています。つまり10年目ってことですね。2011年にそれを、プロジェクトをやって本が今年出ました。はい、ということでこの甘いとか、非当事者性っていうこと、つまり直接的な体験者でない人が一体どうやって 3.11 のことを伝え表現しかつ継承していくことができるのかということで、もう一つ、ここからちょっと演劇の話になってきます。演劇の人たちも、随分、そういった活動をしました。これは直接的に、関係もあるしそれだけじゃないと思いますが、演劇はやっぱり一番そういったことと関係があるんですよね。つまり行かなきゃならないから、その時その場に居合わせなければならないので、今回のコロナ禍で、最も、いわゆる上演みたいなことが全然できなくなったっていうのもやっぱり演劇の人がすごく多かったです。映画もやられましたけど、演劇はかなり壊滅的な状況に一時期なっていたと思います。そこでですね、松田正孝という人がいます。この人は1990年代に登場した、いわゆる静かな演劇って言われた平田織田さんとか岩松亮さんとかとともに名前を挙げられることの多い、演劇作家、劇作家演出家です。とりわけ劇作家としては非常に天才的で、今もいろんな、劇団によって、松田さんが90年代に書いた、一連の戯曲というのは上演されています。確か9月かなんかでも、ね、夏の砂の上っていう本当に名作が、結構な豪華キャストで栗山民也さんによって上演されるらしいですけども、この松田正孝さんは今まれびとの会という劇団をやっています。まれびとの会は、松田正孝が主催なんだけれども、松田正孝という人は、完全にこう中心になって、いわゆる座長っていうのかなとして、一種の権力者として振る舞っているわけではなくて、むしろ増田さんはメンバーのうちの一人みたいな、あと代表者みたいな形で今はやっていらっしゃいます。このまれびとの会は増田さんが京都芸術、今の京都芸術大学ですね、昔の京都造形芸術大学の教授だった時に結成されて、京都芸大 の出身者や関係者は劇団員に結構います。でその、あと今は、松田正孝さんは、立教大学心理学部映像身体学科っていうところの教授になられて、今東京にいて、で今のまれびとの会はその立教のいわゆる栄心って言われるところですけどが、割と主体になっていて、その大学で支援会をやったりとかしているんですね。でこの松田正孝さんは長崎出身で、広島長崎で、広島についてのその、つまり2つの原爆が落とされた場所ですね、広島についての作品はいろいろあるけど長崎はそんなにないみたいなことで、長崎を舞台にした作品をたくさん書かれてます。90年代に松田さんが書いた戯曲のは基本的に長崎が舞台、なんですね。でそういったこともあって、才華ですね、才華というものに非常に敏感な、演劇作家であるわけです。
で、この後皆さんにご覧いただくのは、ちょうどその京都時代と東京時代の端境ですね。もう東京に来てるんだけど、まあ、京都 で始まったプロジェクトみたいなことで、作品名がですね、アンティゴネへの旅の記録とその上演っていう、まあ、なんかあのタイトルだけ言ってその中身を説明すると時間を食ってしまうので、これは、2つのプロジェクト、第1の上演と第2の上演に分かれていまして、第1の上演は全部動画だったんですね。第1の上演は増田正孝が書いた短い戯曲を劇団員たちが被災地および東京のいろんな場所で上演して、それを動画で撮って YouTube にどんどんアップしていくっていうプロジェクトだったんです。で、一応予告もされてたのかもしれないですけど、お客さんがいなくてもやります。お客さんがいなくてもとにかく撮ってそれをアップすればいいのでやっていくっていうのが、アンティゴネへの旅の記録とその上演という、作品の第一部でした。で、ちょっと見ていただくのはそれの、その第一部の、マレビトの会のホームページに行くとですね、膨大に動画が上がってるんですけど、あ、 YouTube のマレビトの会のページに行くと、それをちょっとだけ見てみましょう。はい、こういうのがものすごいたくさんあるんですね。なんかあれですよね、その何も言ってなくてもやっぱりなんか変な感じがするのが不思議ですよね。女優さんだと思うんですけど、まあ、こういう映像をたくさんアップするというのが第一の上演でした。で、第二の上演で初めて劇場で、この作品は上演されました。で、第二の上演の、動画を続けて見ていただきたいと思います。
はい、もういいです、大丈夫です、はい、はい、あのまだ何も起こってないじゃんって思うと思うんですけど、これ何も起きないです。あのこれはですね、どういう上演だったかというと、これ結構大きいホールみたいなところでやってるんですね。でこれあのちょっと暗くて見にくいですけど、中に、この第一の上演に出てきた俳優さんたちがあの入れ替わり立ち替わり立ってます、で立ってるだけです。会場にですね、結構分厚い本がいっぱい置いてありまして、自由に取れるようになってるんですね。でその本の中に第一の上演の時の戯曲とかテクストが全部書いてあるんですね。で、それをまあその来た観客はあの読むことができるんですけど、でこの俳優さんたちは何してるかっていうとですね、あのこれはだからこう読まないとっていうか、その説明を読まないと分かんないんですけど、というのはただ立ってるだけなんで、これ何をしてるかというと、第一の上演の時の旅を思い出してるんです。思い出すという行為を俳優たちがしているというのを観客が見るっていうですね、そういう上演で、これはあの朝から晩までやってます。なので俳優も入れ替わり立ち替わりなんかずっと立ってて、しばらくすると去っていって新しい人が来てっていうのをですね、まあ、繰り返しているんですけど、まあ、こういう上演だったという、第一の上演が動画だけ、第二の上演が、こういう非常に変わった、あの変わったというかもうインスタレーションですよね、だったんだけれども、そういう形の上演というのをまれびとの会はして、これが2012年に、これはタイトルはアンティゴネの旅の記録とその上演ですけども、テーマは被災地だったわけです。東日本大震災のことを受けて作られた作品でした。はい、でこの後ですね、その松田正孝と、まれびとの会は、その前までは本当に一作一作かなり実験的な手法でやってたんですけども、その後、まあ、立教大学の栄新に、まあ、あの拠点を持ってからは、まずその後に長崎を上演するという作品を作ります。でこの〇〇を上演するという、作品になってからですね、こういったあの、まあ、非常に変わった方法、ですけども、あのそれも変わってるんですが、まず集団創作形式に移行します。あの戯曲を、増田さんを含むあのすごいたくさん十数人の人が戯曲を書いて、で、それを、長崎を上演するというタイトルのもとにですね、あの上演していくっていう、で演出家も増田正孝さんはその演出チームの一人で、演出チームは何人もいて、でそれをやっていくっていうふうな方式になるんですね。でこの長崎を上演するがそのまま福島を上演するに、移行します。あの福島を上演するは2016年から18年の3年間、毎年秋にやっているフェスティバル東京、で上演をされました。でこの時にですね、まあ、この我人の会の今のスタイルっていうのはちょっと今日の文脈とは違うのであんまり詳しく話せないですけども、あのまず完全裸舞台、セットなし、衣装なし、音楽なし、照明の変化なし、で、しかも、一つの、戯曲を一回しか上演しないっていうですね、そういうあの極めて特異な方法論で作られてるんですね。でなのでそこの部分の演劇的な意味での面白さというか興味深い部分もあるんですけれども、まずここであのこの今日の話で言っておきたいのは、この福島を上演するの時に劇作家が書く戯曲っていうのは自由なんですね。自由なんですけども、一つだけ条件がある。それは被災地に行ってくることなんです。被災地に必ず行ってきて、戯曲を書く。でもその書いた戯曲が必ずしもその、例えば福島が舞台でなくても、てかそのことがはっきり分からなくても構わないけれども、必ず行ってきて戯曲を書くっていうのが、一つの決め事で、それを、かなりの数ですね、作って、つまり3年間全く同じ作品やってないので、全部合わせるといくつぐらいなんだろう、5、60はあると思うんですけども、もっとあるかもしれないという、まあ、ある意味では巨大なプロジェクトで福島を上演するという作品を、作りました。この福島を上演するとアンティゴネの共通点は旅ってことですね。行ってくるってことです。行って帰ってきて、でそのことを踏まえてというか、
行ってくることだけが重要なんですよね。行ってきて全然違う話書いても別にいいわけですけれども、行かなければならないというのが、ルールだったという、演劇です。これもすごく特殊な演劇ですけども、それでも あるやり方で、出来事に迫ろうとしている、作品だと言っていいと思います。はい、次にですね、もっと若い演劇作家で小田直俊という人がいます。この人もともと俳優だったんですけれども、今はもう小田直俊の演劇という何の癖もない演劇カンパニーの名前でかなりエネルギッシュに活動しています。この小田直俊の演劇の代表作にこれでいいのだというタイトルの作品があります。これは上演時間が2時間半ぐらいになる小劇場演劇としては極めて長いタイプの作品なんですけど、それの冒頭だけちょっと見てみましょう。小田直俊の演劇のこれでいいのだ。車のライトや街の明かりを毎晩こんな感じでぼんやり見ているといつも ここでいいです。はい、まあ、ダイジェスト版なんですけど、まあ、どういう感じかはこれでもう分かると思うんですが、小田直俊さんの演劇はどれもですね、基本的に、登場人物が、客席に向かってモノローグをするっていう、それが連鎖していく形で作られているんですね。この作品もそうです。これは、彼が作った今まで作った中で一番長い作品なんですけども、まあ、今のセリフでもお分かりのようにこれは、あの日のことを描いた作品なんですね。一番最初に出てきた就活生の女の子は、新宿でですね、3月11日のあの時間を迎えて、三鷹にある家に帰れなくなります。電車が止まってしまったので。
で、帰れなくなって歩いて帰ることにするんですね。で、歩いて帰っていくというのがこの後描かれていきます。その後に出てきたのは離婚危機にある、女性で、まあ、実質今はもう夫と離れて暮らしていて、でたまたまあの3人目に出てきた、暇で自分 の、 あの未来がない、貧乏な若者、大学生、と、あの時間に、偶然、話を交わして、その後カラオケに行ったりとかする。でその後ちょっとあの友達になって、でその彼の方は彼女のことを好きになるっていう物語が展開していきます。なのでこれは3月11日のあの出来事から、何人かの登場人物が、まあその日の出来事で終わるんですけど、その後の出来事もいろいろ描かれるっていう、まあ、作品になってます。これ非常に素晴らしい、僕は本当に最初に見た時に、本当に感動したんですね。これの初演は2016年の10月のことでした。つまり2011年からもう5年経ってました。で今日の話で言いたいのはですね、今皆さんご覧になっていただいた映像、これあの小田直俊の演劇の YouTube には、ダイジェスト版がいくつも上がってるんですけど、これは2021年版の、動画なんです。2016年に初演された後にですね、その後、その時は新宿眼科画廊という場所で初演されたんですけど、その後はですね毎年3月11日を挟んでこの作品は上演され続けてるんです。つまり2017、18、19、20、21とですね、上演しています。でちなみにこの会場はもう最近は何年もずっと、これはあの僕があの三鷹でやっているスクールという、小さなスペースなんですけど、ここで毎年必ず3月11日を挟んで上演を続けています。これ2021年版、今年もやりました、来年もやるでしょう。毎年お客さんがあまり入らなかったりとかすると、もう来年はやらないかもって言ってるのに、しばらくすると、3月に予約が入っている。まあこれレンタルでやってるので、それを出演者を変えてずっとやり続けてるんですよね、しつこく。そりゃ同じ作品ずっとやり続けたら人来なくなりますよ。でもやってるっていうのがこの話です。はい、もう一つだけ演劇の話をしたいと思います。もう一つはですね、仙台に、仙台拠点だったんですけど、今東京にいる屋根裏ハイツという、劇団です。これ中村大地さんという人が作演出をしている劇団で、僕は仙台拠点の時は見てなくて、東京に初めて来た時に、まあ東京とか実際横浜でしたけどに来た時に見て、あのすごい感激したですね。あ、こんな劇団がいるんだと思いました。屋根裏ハイツは今はそうでもないですけど、僕が最初に知った時はあの超静かな演劇って呼ばれてたんですね。あのセリフがものすごく小声で発せられるので、あの聞こえないぐらいのレベルでセリフを言う。でしかももちろんそれはあのそういうことなので、小さなところじゃないとできないんですよ。大劇場でできないと思います。その、屋根裏ハイツにですね、遠くは近いという作品があります。遠くは近いという作品は、実は、大震災より前から上演してたそうですけども、その後、少し内容を変えて上演を、されました。なのでリプライズっていうふうになってますけども、遠くは近い、屋根裏ハイスの遠くは近いの、本当に一部ですけど、ちょっと見ていただきたいと思います。よく来たね。ね、自分でも思うよ、うん、来ていいのかっていうのもあったけど、まあね、うん、なんか飲む？ああ、あるある、ある、うん、大丈夫。まだ受かってないんだけど、若干合格祈願的なこうニュアンスもありつつ、うん、そのモールの中にテナントを借りたところもあって、
全裸の俺ごとドラム缶ごと下の階の人にこんにちはなんかそういうのねとりあえず確認するみたいなところあるからさ。ああ隣の人と。そうそう、うん、お互いどうでしたかみたいなことをさ、うん、なんでこれなんだろうね。え、あ、いや、なんかそのもっとさ、なくなっちゃったものみたいなのがあるじゃん、うん、なんか、ね、もっと大切というか、ちょっと、なんて言ったらいいかわかんないけど、うん、なんか、そういうなんかなくなってほしくないものみたいなのが多分あるじゃん、もっと他に、うん、そうね、うん、確かに。はい、ありがとうございました。はい、皆さん気づきました？この遠くは近いの、この今2人の男性が出てましたけど、この片方の人は、一番最初に見た二重の町の、旅人の一人です。俳優さんになってたんですね。あのその4人の人は、あの4人の旅人のうちの一人は、あのもう本当に俳優さんとしてテルフィッチュ、デボカラトシさんの劇団の作品にたくさん出演している俳優さんなんですけど、もう一人の彼も俳優なんですね。でこの遠くは近いに、実は出演していた。これは2020年に上演した時のバージョンなので、二重の町の撮影の後よりも後だと思います。はい、でですね、この遠くは近いという作品、どういう作品かというと、あの二部構成になってまして、今予告編、予告編じゃない、これダイジェストね、ダイジェストにあったように、まあ、友達の家を、訪ねるっていう話なんですね。これ最初女性でした、女性2人のバージョンだったんですけど、これは男性になってます。で本当に何でもないような話をあのボソボソっとした形でするんですね。それが1回目、まあ、1幕2幕ってなってるんですけど、1回それで終わって、でもうあのしばらくするともう1回、もう1回というか2度目のがあるんですけど、この作品 の、 あの肝というかはですね、あの最初から知ってない人も、まあ、見ていて途中で気づくんですけど、その1回目の友達訪ねる時と2回目を訪ねる時の間に10年経ってるっていうことなわけです。でこれは、このバージョンでは震災後、間もなく、避難所にいる友達を訪ねるっていうのが第1幕、それから、長い時間が経って、まあ、仮設住宅なのかな、どっかそのやはり前よりはマシだけれども今も、それほどあの環境が完全していない友達を、同じ友達が訪ねるっていう作品なんです。でこれは本当に見るとですね、その1幕目と2幕目の間にそんなに長い時間が経ってるって分からないんですよね。それは分からないですよ。例えばもっとその写実的なあの演劇とか映画だったら10年とか経ってたら透けさせなきゃいけないですけど、それしてないんで、全く同じ人たちが出てきて話してるだけだから、また訪ねてきたのかなみたいに思うんですよね。でもその2幕目を見ながら、あれこれもっとずっと長い時間が経ってるんだっていうことに気づいた時の驚きと、なんて言うんでしょうね、ある種の静かな衝撃みたいなのは、僕最初見た時本当にすごい驚きました。でも声とか上げられないですからね、あまりに静かすぎるので。そういう作品です。遠くは近いっていうのはそういう意味なんですね。つまり距離ってことです。でしかも訪ねられる方の友達は多分そのあの時の直後の時間を今も生き続けてるんですね。でも訪ねる友達は長い時間の間に境遇とか状況がすごい変わっちゃってるわけです。なぜならそこにもういないから。そこにもいなくて
長い時間が経ってるから彼は彼の変化というものがあって今になってる。でも友達を出さないでいくとそんな10年とかっていう時間とは思えないぐらい何も変わってない友達がそこにいるっていう残酷さを描いた作品が遠くは近いという、作品だったんです。これはさっきも言いましたようにある意味ではこのアイデアっていうのかな自体はその 3.11 じゃなくてもできるんですよね。そうじゃなくても単にやっぱり時間というもののある種の、描いた作品だということができるんですけどこれを 3.11 に以後に上演したときに大きく意味が変わってしまう違う意味をまとい始めるということがあったんだろうというふうに思います。非常に素晴らしい作品で、また、ね、上演するといいと思うんです。まだ屋根裏ハウスの代表作と言っていいと思います。でちなみにこの中村大地さんはさっき瀬尾夏美さんたちが参加していた10年目の手記震災体験を書く読む編み直すのプロジェクトにも参加していて、朗読の、まあ、演出というかディレクションもした、人であるわけですというふうになんか全部が絡んでくるわけです。でこの、はい、後半ちょっと演劇 の作品をいくつか駆け足で、見ました。どれもですね直接的な、被災者、ではないつまり当事者ではない、人たちが一体どうやって非当事者でありながらあの出来事を、まあ、ある作品みたいな形にしてでしかもしつこくずっとやり続けることができるのかということをいくつかの方法でやっている様というのを皆さんに見てもらいました。で、まあ大方今日の話はこれで終わりに近づいてるんですけどつまり多分この10年目のシチュエーションズっていうタイトルで喋ってきたことで浮かび上がってきたのはやはり距離とか遠さっていう問題だと思います。まあ遠くは近いってことでもあるわけですけどこの場合この遠さっていうのはもちろん2011年3月11日から2022年6月11日のたまたま今日11日ですけどの間の距離遠さでもあるわけです。例えばですねその例えば演劇作品でもどんな作品でもいいんだけどかなり具体的な日時と場所というものがはっきり描かれているようなフィクション、まあ、フィクションですねフィクションがあったとするじゃないですか。でその作品が持ってる、まあ、それこそチェルフィッチュの3月の5日間というのはそういう作品なんですけど2003年の3月の出来事を描いているのでそういう作品が持ってる宿命はですねどんどん遠くなっていくっていうことなわけです。そこで描かれている出来事から何度も何度も再演とか何度も何度も例えば見られたり読まれたりとかしていっても行けば行くほど遠ざかっていくんですよね。遠ざかっていくってことは忘れそうになるってことです。あるいは体験の持っていたあるいは出来事の持っていたある種の衝撃性というものがやっぱり少しずつ失われていくんですよね。でそれは仕方がないことだしいいことかもしれないっていうかむしろいいことだと思いますけど問題はですね完全に忘れるっていうことが絶対にできない人たちがいるしかつ完全に忘れるっていうこともやっぱりないんだってことなんですよね。これもだから淡いですよ。グラデーションですよね。どん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 記憶や出来事やある種の衝撃や驚きやショックや悲劇やそういうものがどんどん減衰していってもゼロになんないっていうそのゼロになんないっていうことをどう引き受けるのかあるいはゼロになりそうになっているのをなんとかギリギリ引き伸ばしてどうやって継承していくのかっていうことが多分あってで僕はそういう作品を今も見たいと思ってます。2011年からの出来事からもう11年立ちました、それでもしつこくそういうことをやってる人たちがいて今日お話ししたんじゃない、人たちもやっぱりいるんですね。でそれはある意味何今更こだわってんだよとか何今でもやってんのそんなことよりコロナでしょっていう
意見だってあるし、コロナだって本当に重要なね出来事ですよ。でも今の、屋根裏ハイツも、さっきの、織田直俊の演劇もコロナ禍の中で上演されてるわけです。マスクしてましたね、なんかそういえば。がそういうことを考えたときに、なんかコロナによって今も続いている、今も全員ね、僕もマスクしてますし皆さんマスクしてますけど、によってあの 3.11 のことが単に時間的にどんどん遠ざかってきただけじゃなくて、さらになんか上書きされる感じがしているのがなんかすごいですね、たまらなく嫌だっていう気持ちがあります。さっきその3月11日を忘れないためにセンターっていうタイトルが素晴らしいって言いましたけど、よくこれはこのことじゃなくても思うことですけど、忘れないってことと覚えてるっていうことと思い出すっていうことって全部つながってるし同じようなことなんだけど、なんかちょっとずつ違うっていう気がするんですよね。例えば忘れてたと思ってたのに急に思い出すことだってあるし、なんかこう知らないうちに忘れてる、つまり忘れたことさえ忘れてることだってあるし、いろんなことがあるわけですよね。覚えてるっていうのは意思的な行動じゃないですか。絶対このことは覚えていようって思ったりとか、でもそれもなんかきついですよね。きついし、そう思ってたのに忘れちゃうことだってあるわけです。あるいは忘れたいのにどうしても忘れられないことだってありますよね。だからすごくいろんなことがある。そういうことをまあ、作品とか表現とかっていうことにどういうふうにまあ昇華するのかというか、それで別に何か解決したりそういうものから逃れられるわけじゃないとしても、そういうことをまあ作品にしている人たちがいるっていう話です。で最後にまあちょっと時間が結構来ちゃったんですけど、ほんのちょっとだけ自分の話をして終わりたいと思います。僕はですね、2020年の3月に、生まれて初めて書いた小説を発表しました。それは反水というタイトルで、まあ、今日本を持ってきてるんです。本は去年出たんですが、反水というのは半分眠るっていう、タイトルで、まあ、250枚ぐらいあるので、まあ、かなり長い小説で生まれて初めて書きました。でこの小説どういう話かっていうと、まあ、私って言ってる最後まで名前が明らかになっていない人の手記っていう設定なんですね。でそれが11日間続きます。でこれはまあネタバレっぽいところもあるんですけど、まず物語は第1日目は、ある場所で私が、YY と頭文字で最初から最後まで頭文字しか呼ばれない老作家の人とある書店で対談をするというところから始まります。ある書店で対談をして、まあ、そのワイワイっていう人はもともと翻訳家だったんだけれども、突然小説を書いたんですね。でその小説が、For Sleepless Night という眠れない夜のためにというタイトルの小説で、それが結構な評判になる。でそのことがあった後私と対談しているという設定で、でその対談の後に、まあ、イベントですね、これみたいなもんです。イベントの後に、そのワイワイが酔っ払って、対談の中でもです、対談の中でも自分の教え子だった女性が死んでしまった話をします。でこの自分がそのワイワイの教え子だった女性というのが、その私にとっても重要な人だったっていうのが、まあ、この小説の一つの何て言うんですか、設定なんですね。でそこからこの私という人は、その日の夜に眠れなくなります。で眠れなくなった結果、1日ずつ今までの出来事を思い出して日記みたいな形で手記を書いてみようと思うんですね。それを1日ずつ連ねたのがこの小説の 中身です。最後までその手記から、手記以外の要素は出てきませんという、まあ、小説を書いたんですね。でこれは、あんまり細かくも言えないですけども、僕としては、自分なりの、震災についての出来事というか震災についての思いを小説にしたつもりでした。
読んでいただくと分かるんですけど、この、さっき言ったですね、設定っていうのはこの書すごくちょっとなんていうんですか、自分で言うのもあれですけど、かなり謎めいた書き方をしてまして、具体的なあの時期とかが、場所とかが名前とかが全然はっきり出てこないんですね。で出てこないんですけど、読むってちゃんと考えると分かるように書いてあるんですよ。でこの、先ほど言ったこの物語の一番最初は2012年の2月29日に起きた出来事です。で2012年の2月29日に、そのワイワイって人との対談があって、その日の夜から書き始めるっていう設定になってるんですね。つまりこれは 3.11 の1年後の直前です。で、しかもですね、これもちょっと皆さんもあそうだったって思うかもしれないんですけど、2012年はウルード氏でした。2022年 だから2月29日があったんです。普段は2月28日までしかない。でそういうまあ裏設定があってですね、でこの手記は、毎日書いていくってなってるんですけど、実は途中で、次のウルード氏、次のウルード氏って飛ぶんですね。で全体としては10日11日なんだけれども、間に長い時間が流れてます。2012年の次のウルード氏は2016年でした。その次の、ウルード氏は2020年です。2020年の3月の11日でこの半水という僕が書いた小説の物語は終わるんです。この私という人物が書いていた時間だけでも、実は2012年から2020年までの8年の時間が過ぎている。そしてその中でかなり長い時間が回想されるっていう小説になってるんですね。で僕はこれをですね、どうしても2020年の3月に発表したかったんです。なぜなら2020年の3月11日で、実際にこれは先ほども言いましたが、新潮という雑誌に2020年の5月号、2020年の3月7日に発売された雑誌に掲載されました。つまりこの小説の物語の結末の4日前です。どうしてもその日にまでにこの小説を発表したかった。なぜなら現実の時間と関係があるからです。それは自分にとってもう単なるこだわりでしかないですけれども、それをしたかったっていうのが、この小説を発表した、時期がなぜ2020年の3月だったのかという理由です。そしてこの小説の最初に言ったその、ワイワイという人の教え子だったかもしれない女性が2人いるんですけど、そのうちの1人はいろいろあって、人生の後半、出身地の、福島に帰ります。その、彼女が、住んでいる駅の名前は夜の森と言います。夜の森と書いて、これは実在している駅です。そしてこの夜の森という駅のことを僕は、先ほど言った、まれびとの会のですね、増田正孝さんが書いた、福島を上演するの中の、一編、父の人夜の森という作品があります。これは、福島を上演するという一連の作品の中では非常に長い1時間ぐらいある、作品で、これは増田正孝作でした。で僕はすごくそれに感動して、それで初めて夜の森っていう駅があることを知りました。そのことがあって僕は自分の小説の中の登場人物が最終的にいる場所として夜の森の駅のそばという設定を書いたんです。書いたんですが、書くために、そこに行くことはできませんでした。なぜなら、普通だったからです。ちょうどその線はですね、最も壊滅的な、被害を得た、地域に当たっています。それで、夜の森という駅は2020年の3月まで4月かなまで普通だったんです。2011年からずっと。なので
僕はこの小説を2018年ぐらいから書いてたんですけども、インターネットで調べて、映像とかもいっぱい見てですね、それで書きました。行くことはできませんでした。行った気持ちになって書いたんです。で、なので書かない、夜の森という非常に詩的な名前の一度も行ったことがないところを非常に重要な場所として小説として設定して、それが2020年の3月に、まあ、発表されたんですけど、僕はこの小説発表した後にちょうどそれの直後に夜の森という駅に行けるようになることが分かっていたので、小説を発表した後に夜の森っていう駅に行ってみようと思ってました。でも行けてません、未だに。なぜならコロナが来たからです。コロナが来て遠くに行くということが行けなくなってしまって、未だに行けてないんですよね。だから僕は夜の森って駅のこと全然知らないです。だから勝手に書いただけなんですよね。勝手に書いたんですけど、自分の小説の中では極めて重要な場所だし、行きたい、いつか行きたいと思ってますし、 今だって行けるのかもしれないけど、たとえ行かなくても自分の書いた、まあ、ささやかな小説の中の重要な場所で現実に存在している場所だっていうことは変わりがないっていうふうに思ってます。はい、ということで僕の話は、終わりなんですけど、10時までに終われということだったんですが、なんかちょっとずつはみ出しているので、なんか質問タイム的なやつでしたっけ。まあ、ともかく、一通りは話そうと思ったことは終わりました。じゃあマイクあれですか。佐々木さん、ありがとうございます。時間がだいぶ押してはいますので、1名様だけ、何かご質問であったり、あればと思うんですけども、あったりしますでしょうか。こういう場合にですね、1名様って言ったらまず出ないっていう、僕は本当にこういうトークとかいっぱいやってるのでいつも思うんですけど、このあの質問いかがですかっていうと絶対出ないんですよね。でも1人出たら絶対2人目は出ます。これ本当にだからね、なんて言うんですよ、日本人の習性といいましょうか、奥ゆかしさというものがあってですね、1人目になりたくない病っていうふうに呼んでるんですけど、だから一人目は仕込んでおくと二人目以降がスルスルっと出るんですけど、これを言うと余計出にくいっていうですね、あるんですけど、全然質問じゃなくていいんですよ、何でもいいんです。なんか思ったことを言ってくれればそれに反応するっていうコーナーですっていうのもよく言ってるんですけど、いかがでしょうか。この沈黙、久しぶりに久しぶりに体験する感じですね。あ、そこの彼。先ほどその震災後というのがコロナ後によって上書きされることに対する抵抗みたいな話があったと思うんですけれども、でも一方でおそらく、まあ、佐々木さんいろいろ書かれているので、コロナ後に関するコロナ後の芸術に関してもすでに書きつつある部分はあると思うんですけれども、ちょっと漠然とした質問ですけど、それについて何か、考えていることであったりとか、今後何かまとめて書こうとしているつもりがあるとか、そういうことがあれば伺えればなと思います。はい、ありがとうございます。詳しくは述べられないんですけど、僕は、ね、批評家を卒業しまして、2年ほど前に、といっても批評は書いてるんですけど、なのでそういうあれはあんまりないんですが、ただ例えばですね、その君もご存知だと思うんですけど、この屋根裏ハイツっていう劇団はコロナの中でですね、How are you という、ズーム演劇も発表してるんです。これは YouTube で見れます。これは離れた場所で会うことができない2人が、会話をするっていうのを、リアルタイムで、ズーム上演をした作品で、すごい面白い作品なんで、結構短い作品なんですけど、なので演劇、とりあえず演劇に関してはやっぱりズームっていうのがすごく出てきてましたね。まあ、映画もそうです。だから
コロナは今ちょっと随分いろいろ変わってきたので、こういうイベントもできてますし分からないですけども、一番すごかった時2020年の夏ら辺から秋ら辺の時のことを思い出していただくと分かると思うんですけど、まず出られませんでしたよね、外にね。だって電車走ってないぐらいの勢いだったんで、外に出ることができない、イコール人と会うことができないってことですね。僕はあれで人と会わなくても平気な人間なんですけど、あの時にやっぱり 3.11 の後のことを思い出した人ってすごく多かったと思うんです。あの時も全然人と会えなかったですよね。会うということ自体がまあはばかられたわけです。でもその理由自体はあの時と今は、コロナはまたちょっと違ってますよね。だからそこはもちろんいろんな試みがあって、ただなんだろうな、その2020年の3月から4月ぐらいにだいたいコロナが日本にやってきて、で今もまだ収束してないわけですけど、我々はね結構それにまあ慣れちゃったじゃないですか。慣れちゃったというかもうそういうもので、でこのあとなんかどうなるか分かんないですよ。でもなんか今でも映像 でマスク誰もしてないとなんかちょっとドキッとしようみたいな感じってあるじゃないですか。普通の生活しててもマスクの下顔見えるとなんかこっちが恥ずかしい気持ちになるみたいなことっていうのがあるので、まあいろんなことが変わってしまったことは事実だと思うんですけど、僕が思うのはたとえ完全にコロナが去ってもう、マスクもしなくていい、全然 手洗いうがいも別にしなくていいよ、密も全然 OK っていう風になったとしても、このコロナ禍の極めて困難な時期の間にいろんな試みがなされた時のその試みっていうのが、ああもうあれは無駄だったね、もう別に意味ないね、もう別にそれしなくてよくてよかったわっていう風になんない方がいいって思ってます。その時にこの2年間この3年間に起きた出来事によっていろんな人たちが知恵を絞って、まあなんか本当に苦しい思いをしながらやったことっていうのは、コロナが去った後も絶対に何かの形で役に立つし、それをもう継承していくべきだっていうふうに僕は思ってるので、そこはまあ分かんない、本当にこの後どうなるか分かんないですからね、そこはもう何も今の時点で言えないですけども、けどまあ最初にも言ったように、そのやらないでいられない人たちがいるんで、もうなんかすっきりコロナで誰も何もしなくなったってことになんなかったですよね。やっぱりみんな何とかして何かしようとしたわけですよ。でそれが意味なくても、あるいは意味ないよって人に言われたとしてもやらないでいられないんですよね、ある種の人たちっていうのは。で僕はそっちの側なんで、そっちの人たちがやることっていうのをどういう形であれ今後も見守っていきたいと思ってます。はい、はい、佐々木さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。